これ見てください皆さん、やばいでしょ、なんちゃらなんちゃらっていうルアーですよ。形やばいでしょ、知ってるこれ、なんていうルアーか、有名なルアーですよ。次ね、これね、あのね、あのマグナムケースさんからね発売されますから。でまずはこれもなんちゃらなんちゃらっていうルアーなんだけど、とりあえずヘビ側はまた第2弾出しますから、第2弾は第3弾、ちゃんとしたカラーはもうすぐまたラインナップしますから、これ多分めちゃんこええと思うよ。これやばいよ、メイクだよ。いくよ、もうほら音がやばいな、スーッとアップできる、ほら音がやばい。これも先ほど言うたけど、あの皮張ることによってもう擦れないっていうか、永遠釣れる場所でもこの音も出せるから、この音も出せるから。あ、どうもどうも、あやさん、あの150件荷物ありますから忘れないように。山本さん、収穫してみてくれたこれですよ、相当いいからね、これ皆さん買ってるから。値段もねちょっと抑えますから、あのヘドン並みの価格にしますから、ヘドン並みのね、よろしくお願いします。なんだっけ、え、あれマスター、あれ持ってきてた、なんだっけ、あれあれあれ早く取ってきて、あれマスター、あれこういうやつ、パドル、あ、パドル、パドルない、俺いつもパドル忘れんだよね、パドルないわ。まあちょっとじゃあ用意しようよ、寒いから用意しようよ。あ、もう竿落ちる、竿落ちる、危ない危ない、エレキ落ちる、エレキ落ちる。ちょっと先生これちょっと持っといて、今これセットすっから、見えねえから、気をつけて、よいしょ、危ない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 、こんな寒い日にお前離散で釣りしてるやつおんのか、しかもシャツ1枚だ、何時間勝負？1時間半。5時間勝負？1時間半。1時間半勝負でやりましょうか。じゃあちょっとこう照らして。どこ？ここ。眩しい。でこれプラスね、プラス赤。赤プラ黒マイナってね、覚えた方がいいからね。ね。なんだこれ全然いかないじゃん。よし、じゃあ行こう、とりあえず2月の3日ね、とりあえず2月の3日ということだね。これですよ、これ買ってきましたんで、今鬼退治に来ましたから、ちょっと鬼退治やるように頑張りましょうよ。豆でも食いながらな、これあげっから。そんなちょっと水温測ってみよう、水温、まあ皆さんもう見て分かるように水温は効かない方がいい、魚もじっとしてると思いますから、頑張りましょう。じゃあ行こう、
来たよ。ついに来たよ。すいません。こんなやつおる。投げてここに引っ掛けるやつ。振ってきたかんね、こいつ。ぼやけてる。画面押せば。これ。ついに395バイト。ワンバード。やばいでしょ、これ。あ、暴れないで、暴れてダメだよ。これ食ってきたかんない、見たでしょ先生。今やばくなかった。もうでも尻尾についてるけどね。え、これ何？え、ガン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 だよ。なんて、何てか、キャストしてこいつ餌食ってないじゃん、冬、うん、だこうやって食いに来ちゃうんだよ急に。あのルアーが餌と思って。俺ガンと友達だからいいんだけど、これね、俺やっぱうまいのがガンを全然傷つけてないのがいいよ。なぜかというと、ただ絡んでんだけだから。これ、これガンちゃんね、かわいい顔してまちね、かわいいね、ちっちゃい、痛いよね。買ったの見た？ね、笑ってる場合じゃないから。はい、ただもう一回噛んで、ガンちゃん、ガンちゃん食べて。これいいでしょ、これ。これを俺は狙ったわけですよ。まあでも今日、まあ振り返ってみてね、すぐな、あの何バイトあったの？ゼロ。ゼロでしょ。俺693バイトね、たった1時間半で693回投げて全部バイトあったから。ワンキャストワンバイト、693バイトワンバード、そのやつおる？今まで人生の中で。いないですね。ほんでちょっと投げてみようかなって言って落ちたルアーに食いに来たバード見たことある？見たことないですね。今日もだって先生持ってる男なんてずっと言ったでしょ。これ見たことある？人生の中でこんな可愛い顔、優しく逃がしてあげるから。ワンバードね、可愛い顔してね、食べていいよ、食べていいよ、はいはい食べていいよね、可愛いね。じゃあリリースしますからね。じゃ来週先生行こうよ、フグ。これ、これで、これで、これ、これで、これでフグ行っちゃうぜ。これよっぽど寒いかんね、笑ってっけど。これ、これえ、寒いっすか？いや、暑い。暑いよ。そうですよね、暑いよ。だからとりあえず行こうよ。じゃこれリリースして返してあげて、お宿にね。で今日はもう、今日ほんま終わりにしてください。なぜかというと、ほら、暑いから足が。もうほら、見て。もう、ほら。ほら、見て。これ、よく見て。なんだかわかるよね。ね？もうピンクでしょ？投資してっから。とりあえず、今日は、この感じに帰りましょうよ。じゃあまた、よろしくお願いします。おやすみ。貼ることによってもう擦れないっていうか、永遠釣れる場所だよ。